はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスターズ浄化3のパート198を始めたいと思います。今回はバルーンメンバーですね。ここですね、ドロドロマントル、ドクドクバルーン、汚れの渦、大音量マーモン。そしてね、今度ちょっと作る時間がなくて、全部ね、ハードメタルボディにしようかなと思いまして、まあ、今ここだけハードメタルなんですけど、もうハードメタルでもう霧を使って攻撃しかさせなくて、それでね、耐性のね、このドクドクボディとかヘロヘロボディとかあるんですけど、まあ、それでね、固めまくってね、すごいいやらしいチーム作ろうかなと思ったけど、時間なかったのでね、普通にバトルメンバーにしました。まあ、どこまでね、通用するかやってみたいと思います。そしてちょっと物足りないので、ビッグハットをいきなり入れてますんで、これで今回やってみようと思います。はい、とりあえずね、豚でね、お、これは攻撃縛りできてますね。よいしょ。でもこれいきなり倒しちゃうかもしれないですね、豚さんで。あー、どうしよう。じゃあ変えちゃおうか。今回メインこっちなんでね。ここが身代わりでしょ。身代わり、ライド、なんか、ステルスアタックが来なければ大丈夫。なんか3枠なんでね。とりあえずは、一撃死ってのはないんでね。アイルハンマー、これ使えば使うほどだんだん強くなっていくってやつですね。ハードメタルボディでかなり通りますね。ハブとわり、おお、準備検証ギリギリです。ギガブレイク、これで落ちましたけど、まあ、そのための身代わりですからね。はい、残り3体で何とかしてくれるでしょうっていうね。まあ、攻撃はね、反らしてくれるので、反らしてメラガイアダメージ通りますからね、普通にね。甘い息効かない。おたけび効かない。ザオラル、はい、ザオラル。逃走兵器攻撃力増加。またね、偏ってくると思います。まあ、このメンバーでね、どこまで、豚でやったらね、簡単なのでね。バルーンパートなのでね、これでなんとかしのぎたいんですよね、自分的には。まあ、亡者の執念かね、荷物さえつければよかったんですけどね。はい、飛びます。それで他のモンスターに行きますけど大丈夫です。透明切り、はい、ギガブレイク、はい、亡者の執念ついてますね。ヘロヘロボディ、休み効果、こういうボディがついてるんでね。でここは落ちましたね。お、亡者の執念ついてる、もしかして。もうついてますね。マヒアデドス。テンションためないと通らない感じですね。お、でも、マヒアド、無効ですね。無効で右はね、意味がないのでね。あいつはオラル、効くかな？効けばなお急いんですけどね。はい、あちらも亡者が消えて、こちらも亡者が消えますと。お、何気に検討してますね。じゃあね、ここがザオラルで、ザオラルでホマズ使うので、ここがね、身代わり。身代わりで耐えられます。で、また攻撃来ると思いますんで、2ターン目以降注意なんでね。一旦目は身代わりで全部防いでくれます。はい、悪口、上がったものが下がります。
透明切り999いきますけどね。メラガイア、はい、777。こうなってくると、お、レティスとか色々できましたね。こうなってくると逆にまずいので、ライドを降りていきたいと思います。あちらの方がスピード速いんじゃないですかね。インテラとか使ってきますけど、お、マダンテ飛びますね、完全に。はい、もう邪魔してね。はい、道ずれてください。はい、とりあえず落ちましたね。まあでも一軍倒せただけでもだいぶいいと思います。はい、道ずれました。じゃあもう道ずれたところでね、鼻息で一掃しちゃいましょう。これね、順番逆にしましょうね。乗ってなくても飛びます。行動速いがついてるとどれだけ有利かっていうね。はい、次なる相手は4枠つけようでしょうかな。裸一貫、今回はねバルーンから行きましたね。なので4枠なので身代わりでしょ。身代わりの、身代わりのどうしような。暴走期間2400ですね、 HP が。おそらく一番左落ちるので、まあ全員がね1回ずつ攻撃してくれりゃいいかなっていうね。ここは強烈なんですよ、とりあえずね。ヨグランデ、あんまり行かないですけどね。行動は一回だけじゃないんで。二鉄かも。相手の上げたものが下がりますね。これでね、大ダメージ受けることはないかなって。この711っていうね、身代わりがね、どうなるかって話なんですよね。はい、相手より早いとなんとかいけますね。テンションからのアイアンゲーザー。もしかしたら落ちるか？亡者かかってますね。落としましたね。でもここまで来て亡者が来るとね、面倒になりますね。お、リザオ、亡者リザオ、攻撃。リザオからの攻撃。そしてリザオレン、これずっと繰り返したと思いますので、じゃあ落ちたらいいかって話なんですよね。まあ、もうじゃあ執念かかりますね。ポイントだんだん稼げるんで、ね、呪詛の声、あー汚いか。呪いでね MP 削っちゃえばやめる、いいんですけどね。おそらくまたリザを使ってくると思いますよ。不気味な光。これで効きやすくなるので。あー、くそ。効かないか。行動遅いだとね、いろいろね、防げるんですよね。まあ、こっちも回復しますけどね。お、アンカーナックル。一番最後に動いて行動。身代わってないともね、こういうダメ、大ダメージ受けますね。はい、回復しますけど終わりです。はい、次なる相手、あ4体か。ここで
まあ、身代わりなんですけど、身代わりからのテンションシフトとかも使いたいんでね。リオグランデでしょ。ここはギラモータにしようかな。暴走期間、暴走期間でどれだけいくか。137,1370だと思った方がいいですね。で、悪口上がった分は下がります。なるべくなら豚を使わないで倒したいです。結構きついんですよね、バルーンメンバー考えるのがね。身代わり今回ね、攻撃じゃなくてね、だんだんじわじわいく感じで作ってるんでね。ウバハック、ナリフォーマ、全部同じとこ行きます。これ全体やられると面倒なんですよね。スペ返し、眠ります。食らった分はね、自分やられちゃいますんでね。4回食らってもあんま意味ないですけどね。ギラマート、600、もう6421だから800いきましたね。ステルスアタック、ヨグランデ、あ、イオ系回復、マヘアデドス、でも食らいますからね。3412なんで1400くらいいってますね。半分はいきましたね、回復ね。守りの切り、これで馬が一発耐えられますね。なんでアイアンゲーザーとか使えばあんま関係ないですけどね。はい、そして行動遅いで踏まずからのアイアンゲーザー。これ本当はね、起きてたらね、テンションシフト使いたかったんですけど、あれ、アイアンゲーザーでね。で、身代わりがあるので、ここがね。まあ、解けないだろうな。それだったら攻撃食らした方がいいんですよね。なので、マヒャデドス。はい、137。これ、ステースアタックじゃないですかね。でも、下がりますからね、これでね。身代わり。身代わり潰したらもう楽勝ですね。あとね、一番大事なものが寝てるんでね。ナリフォーマとか使われないと思います。はい、これで HP2000 確定してるんでね。はい、あまり取れません。防御力はね、すっごい硬いんでね。1枠だったらそんなにいきません。しかも毒毒ボディがついてます。そして、ね、ステルスアタック、ヘロヘロボディもついてるんですけどね。マヒャデドス、これでカメが潰れてくれれば、あとはもうね、お、亡者ついてますね、まあ、全部食らいますけどね。まあ、次のターンですね。お、リザオラル、ここにかけちゃおうか。なんですけど、リザオラルでも別に、リザオラルするとね、あの身代わりが解けるので、はい、亡者の執念、ヘロヘロボディ、休み効果、これで攻撃できなくなりますね。毒毒ボディ、しかも毒を受けてるとね。
ていてつく刃も、はい、刃も受けてしまいました。すべての効果除去ですね。はい、身代わりも解けてますね。で、今あのガキンって言ったのが守りの霧ですね。で、そこも寝てしまえばもう何もできなくなってしまうっていう。そしてアイアンゲーザー、一回寝てしまったことにより行動がキャンセルなので、そしてまたアイアンゲーザー。はい、これでスライムゴールドは落ちました。あと時間の問題ですね。はい、身代わりが来ますけど、もういい勝負ですね。豚には絶対買いたくありませんね。はい、凍てつく刃も。これで身代わりが消えます。ただこのドロドロ縛りなんでね、どうしようもできないんで、こういつもだったらメタルゴッテスなんですよね、ここね。で、呪文系だったり、関節系だったりね、全部ね、もう最強クラスのやつ入れてるんですけど、それがね、全部このマントルに縛られてるっていうね。はい、身がありませんでしたね。999。荷物タイプ。お、固められましたね。これ光の刃もあればすぐ溶けるんですけどね。まあそんな都合よく持ってないので、なんとかいければいいんじゃないかと思います。お、ザオリク。おお、攻撃攻めてきましたね。はい、この身が当てることによりどういうことが起こるかというね。はい、命令。テンションシフト。ここが、ここはザオラルじゃなくていいか。ここはね、逆に、今度は、身があってもいいんですけどね。なり方までいいでしょ。なり方まで応戦のマヒアデロス。あ、身がありますか、今度は。はい、そしてね、回復を落とすためにね、お、凍てつく刃も。3番目寝ちゃいましたね、アイアンゲーザーなんですけどね、惑いの息。お、こうなってくるとこっちも変えたいですね。検証シフト。はい、マイナス25。なんで回復もあんまりね、役に立たないです。はい、全部控えちゃいましたね。これ永遠に勝負つかない感じですね。豚に変えればすぐなんですけどね。もう完全にジャッジですね、これはね。もうね、せめてね、最後はね、道連れましょうって話ですね。落ちたらポイントね、越されちゃうんでね。ステルスアタック。はい、最終ラウンド。地味にね、消耗戦だったんでね。はい、身代わり、あと3体ですね。果たしてしのげるのか。甘い息。
不気味な光、そしてステルスアタックかな。お、攻撃来ましたね。お、来ました攻撃、激しい炎。トワイライト目はね、回復に重宝するんでね、パーティーに一人は欲しい感じかもしれないですね。ザオラル。これで一回とまたポイントがね、上がるんですけど、もう上がりますね。お、最後のアイアンゲーザはい、ジャッジで勝ちました。はい、今回はね、完全縛りの完全遊びパーティーですね。なので、どれだけ行動早い、超行動早い、いつも自分つけてるんですけど、あのね、体勢を例えば今これだったら混乱とか、眠りとか麻痺とか、ほとんど無効とか半減なんですけど、いつも自分弱点だらけなんですよ。要はこういう状態ね、この休みの状態、こういう状態ですね。いつも弱点だらけなんですけど、ここのね、ビッグハットの場合はこのね、いろいろついてるんですね。時々テンションとか超行動速いとかついてるんで、誰よりも早く攻撃できると。でね、今回は全部封印しました。行動速いも全部封印して、もともとついてる毒毒ボディとかヘロールドボディとかね、消してもよかったんですけど、消さなくて、ね、ここだけハードメタルボディ守りですね。メタルゴテスの代わりにしたらどうなるかとかね、いろいろあるんですけど、いかに超行動速いと、例えばここだったら賢さが高いんで呪文メインね、メラガイアとか通ってましたよね。で、ここだったらアイアンゲーザーが結構通りますよね。だから破壊神指導とかね、捨ててもいいんですよね。守備力アップ SP とかつけて、これで行動速いと、あと3回行動とかね。あとここも、よどんだ息吹き、よどんだ息吹 SP とかね。こんなんも全部外して、ネルゲルと賢さアップ SP とかね。ああいうのつければ、全然ダメージも上がりますね。で、あと行動も2回じゃなくて3回。で、ここが守りなんですけど、ここもあえて、もう3つ全て高いので、あえてね、こんなんつけないで、攻撃メインでね、もう全部ね、飛ばしていったら、さっきの対戦は楽勝に勝てましたね。まあそんな感じです。なので、いかにね、やっぱ自分で、こうしてくださいっていうね、要望いただいたんですけど、まあそれを合わせてみたのと、やっぱりね、こう自分なりに考えてやったの、ギリギリの対戦。なので、本当に段位対戦では絶対叶わないレベルなので、ここはね、こっちは叶いますけど、こっちは叶わないので、だこの、ビッグハット級の、まあ、これ4枠ですけど、これぐらい強い1枠、それを4体合わせ持って、さらにサブにも4体違う感じで入れてるのがメインメンバーですね。ですけど、メインメンバーはね、リクエスト以外でやってるので、それはあんま使いたくないのでね。まあ、滅多に使わないですけどね。なのでね、リクエストの、まあ、モンスター、紹介していく感じでやってますのでね。なのでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。なのでね、まあこれ使ってくださいっていうのがあれば、まあなるべくならね、元からあるもの消したくないんですけど、全部消しちゃったんですよね。汚れの渦とか、毒毒バルーンとか、大音量マーモンとか、まあ大音量マーモンはついてますけどね、スキルに。まあつけてるとさらに弱くなってね、本当に10回やって1回勝てればいいか、昔使ってたクジラメンバー、これだけ弱くてどれだけ勝てるかっていうね、パート出したんですけど、10回やって本当に1回しか勝てなくて動画にならなかったんでね。まああれより、2枚3枚ぐらいちょっと強い感じですね、今のはね。まあそんな感じで調整してみました。なんでこれ本気に調整すると、全部超ハードメタルボディとかね、あ違う、ハードメタルボディ自分つけますんで、つけて全部ね、黒い霧とか冥界の霧とかいろんなの駆使してやりますんで、自分の場合はね。まあそこまでやるとね、本当にここがメインになっちゃうので、ね、全部スモールボディに変えたりすると、本当に途方もなく時間かかって、動画出すの3日4日かかっちゃうので、まあそれだといけないということで、ちょっと1日まあもらいましたけど、まあ1日でね、ここまでやり込みました。なのでまああと毎日出すとしたらね、本当に最強にはならないですけど、まあ、なるべく最強に近づけた感じでやるようには心がけてます。なので、ね、リクエストを受け付けてますので、まあ今回こんな感じですけど、次回はね、レジ系使ってくださいっていうねコメントもらったので、レジ系といったら素早さが最強クラスなんですね。なのであいつらを使って素早さメインでやってみたいと思います。素早さって言ったらあれですよね。なので今回ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。